はいどうも、和道です。タムタムのね、お見舞い終わりました。お疲れ様です、さて、なんかこの近くにね、あのお城があるっぽいんだよね。お城が、城でも見た、城でも撮影できたらいいんだけど、城どこにあるんだろう。なんか城があるらしいよ。どうやって見るんだろうな。今県庁前にいますね。城結構でかいって言ってたよ。どこだろう城。はい、こんばんちは。今ね、県庁の前。どうもどうも、声音声問題ないですか。タムタムと今解散したとこ、なんかね、お城があるって言ってたんだけど、城がどこにあるのか。城どこだ、城。あ、お堀になってるんだ。城の中に入れるの、どこにあんのこれ。どうやって入るんだ。写真とかライトアップされてたら撮りたいな。城どこ、どっから入るとか分かる誰か。県庁前、県庁、城見当たらないけどな。なんかあれしょ、24時間入れるって聞いたけど、お城は別になんか公園になってるだけだから自由に入れるよって。警備員とかいるわけじゃなくてって。あ、地図がある。現在地、甲府城公園、これだ。現在地、甲府城公園行きます。今からこっちだ。あれか、県庁の周りをぐるって回るのか。行ってみよう、甲府。ああ、全然外観でいいよ、外観で。ただライトアップされてたら嬉しいけどね。え、これって昔から残ってるでっかいお城なのかな。いや、県庁の中に入っちゃっていいんだよね、これ。お城、お城。城の外観で全然いいよ。なんて読むのこれ。何城する、な、何城って読むんだ。本館、これ左に曲がるのか。左に曲がってくるか。静岡って言ったらうまいもん、なんか飯うまいもんないのかな、地元の。なんか地元飯が食いたいね、静岡の。もうね、昨日もう頭きたからさ、ノンラブごめんね、昨日居づらくしちゃって。もう昨日はね、あれから5時間怒鳴り散らしてたよ、ノンラブ。でも全員ブロックしたからね。これからあの普通に応援してくれる人、あのコメントしやすくするから。もう頭きてさ、もう全員100人200人ぐらいブロックしたよ俺。ブロック祭りだよ、ブロック。ああ、お城、小さいじゃん。めちゃめちゃでかいっすよってタムタム言ってたんだけど、めちゃくちゃ小さいんだけど。ないわ。小さくねえか。これでかくない。めちゃくちゃ小さいんだけど。いや、怒られるでしょ、イライラしてる時だから。俺は怒鳴り散らすタイプだよ。城小さくねえかこれ。なんか全然小さいんだよこれ。しかも立て直してるやつでしょ多分。こんなもん。これさ、外観の外堀とお城の大きさ合ってないでしょ。いや、公園だね。おでんか。あ、一回食べてみたいかな。あ、富士宮焼きそばか。え、富士宮焼きそば食べたい。
泊まるしかないよね。もう今からさすがに着いて2時間しか経ってなくて、でずっと病院見てただけだから、さすがに遠出してきたわけだから、これか、これさ、なんて読むの、甲府城、春府城、何府城って読むんだろう。でも堀がちゃんとしててかっこいいけど、ただ城はでかくないでしょこれ。さすがにね、タムタムね、城でかいっすよは言い過ぎ。爆笑するよみんな、見る城の大きさ。いやマジでね、ちょっとね、爆笑するよ。ちょっとね、あの田舎の、あ、公園だ、本当だ、公園だわ。いや、ただのちょっとしたあの富豪の家ぐらいの城の大きさだよなんか店あんのかな、ちょっと待ってね。城もどきだよね、感じ。城ってあれだよそう、春府城か、わかんない、ちょっと小さいでしょめっちゃシュールなんだけどこれなんか無理くり寄って綺麗に撮ることはできるけど、なんか公園がめっちゃでかい中、なんかチョンって、これはないわ。っていうか、でけえ公園が、駿府城って言うんだ。え、これってうん、バカありがとう、うん、普通の焼きそばと何が違うの、それ言われると辛いって。え、なんか、何これ殿様住んでた2階、これどう思う、めちゃくちゃ小さいけど、なんかでかいっすよは言い過ぎでしょう、たむたむいや、ないわなんだっけな、鶴ヶ城がすごかったのかな、あの仙台の鶴ヶ城だっけ、うん、ちょっとなんかでかい家って感じだないや、いやいやどう思うみんな、2階建てでしょこれ。ちょっと多分パトラ、うん、あ、そうなんだ、えいめん、これってさ、パトラッシュさんの家の方が多分でかいでしょ、うん、パトさんの家の方がでかいと思うよ俺。どう思う、これは写真どうなんだろうな、微妙だな、微妙じゃないこれ、うん、すぐ攻め落とされるよねこれ多分すぐ攻め落とされるよ。え、これじゃないの、これが城なんじゃないの、え、これじゃないの、どこにある城、え、どこ、え、これじゃないの、俺これが城だと思ったんだけど、あ、こっから近い、マジで、うん、これじゃないの、え、どこにあんの、なんだっけ、駿河城だっけ、なんだっけ、駿府城か、駿府城を見たいんだけど、これじゃないの、え、どういうこと、え、じゃあ行きたいんだけど、そこ、ん、何駿府城二の丸、え、どこにあんの駿府城、これ100円で見れるんだ、これは違う、これ城だって勘違いするでしょ、どこにあんの、見えないけど、え、どこ、ライトアップされてないよ、うん、あ、これじゃないんだ、これが城だったら爆笑レベルでしょ、これ小屋だよ小屋、これパトラッシュさんの家だよこれ、うん、え、どこだろう、うん、ちょっと待ってるわ。っていうか公園が広い、すげえ気持ちいい、公園が広い、田舎っていいな、田舎っていいな、誰もいないよ、いや今日どこ泊まろうかな、どうしよう、
もう金欠マンだから僕、今月金欠めえんだからね。あれ？これか？見学無料って書いてある。そうだね。いや、俺はね、とんでもなく綺麗な自然とかそういうのが撮りたい。やっぱりせっかくあのね、1、2万かけて来てるわけだから、ここでしか撮れない映像が撮りたいかな。っていうか思ってたより寒くねえな。寒くない全然。っていうかあったかいよ、むしろ静岡あるんじゃないの。だってあんな小さい城の方が。あいた、あれ、どこだ。え、駿府城さっきのじゃないの。え、ちょっと待って、なくなってるんだけど。駿府城跡って書いてあるよ。え、駿府城ないんじゃないの。じゃあみんな、駿府城跡って書いてあるけど、いや何もない、何もないよ。だからだってそんなでかい、だから城取り壊したんじゃないの。駿府城跡って書いてあるけど、見学無料、発掘調査現場って書いてあるよ。ほら城ないよ。本当にあんの駿府城。だって取り壊してるでしょ、ほら。だってぶっ壊れてるよ。いや、取り壊したんじゃないの城。跡地って書いてあるからないでしょ。だからあの小さいライトアップされたやつしかないんだって。これだよね、駿府城だよね、これで合ってるよね。跡地って書いてあるよ、うん、え、どっかにあんのか城。なんか 見る限り何にもないけど、あんのねえ。でもたまたまあるって言ってたんだよな。っていうかさ、これ星が撮れるんじゃない、もしかして。写真で星、ほら取り壊されてんじゃん。暗くて見えないけど、うん、ああとんでもない、とんでもない、とんでもない。タムタム明日頑張って。っていうかタムタム、城でかい城なんかないけど、嘘つくのやめて。だよね、なんじゃないよ、城なんか、でかい城なんかないよ。ちっこいなんかあれでしょ、さっきのあの奥に見えてるあれ、全然でかくねえじゃん。あれが駿府城なの、あのちっこいやつが。いや、あのちっこいやつでしょ、あのこの辺にあるあれ、クソ小さいよ。俺いろんな城見てきたけど、どこにあんの。その裏ん、現在地があって、え、どういうこと、裏あるの城は。え、どういうこと、丸くなっ、え、裏ってどういうこと、ん、あるの。え、ねえ、大阪城の方綺麗だよね。堀を一周、ちょっと待って、現在地があって、これが発掘現場でしょ、ここが今いるところだ、発掘現場。え、どこにあんの一周って。え、本当にないよ、だって見たらないもん。え、どこにあんの。徳川家康の像があるんだ。え、だって駿府城跡発掘調査現場って書いてあるよ。裏？俺が今いるところって裏門ってこと？え？どういうこと？あ、すいません、あの駿府城ってどこにある感じ？あ、はい。はい、お城ってあるんですか、でっかい。あ、はい。あ、ないんですか。櫓だけなんですか。あ、ありがとうございます。はい。
しいですよ。ないってよ、地元の人が。な、そんなもんないってよ。寂しいですよねって言ってるじゃん。なんで地元民のリスナーみんな嘘つくの？ないじゃん。なんで嘘つくの？地元の人がそんなもんないって言ったよ。だからと、ない、ほら、ないんだよ。ぶっ壊したんだよ。ないんだよ。だからあの矢倉しかねえんだって。ほらほら、もうぶっ壊してんだって。採掘現場になってんだって。ほら、なんで城壊すの、日本人って。バカでしょ。ほら、跡って書いてあるじゃん、天守台跡。なんで地元の人はさ、その城まだあると思ってんの、地元リスナー。ないでしょ。ほら、ぶっ壊したんだよ多分。ほらねえ、え、ていうかなんで城ぶっ壊すの、意味が分かんないじゃん。だから地元の人はシンボルぶっ壊したんでしょ。もともとあったんじゃないの。だ、そのだってタムタムもノンラも地元だもん。え、ちょっと待って、俺城も写真、え、何、静岡まで来てさ、いい写真撮れないの。だからここ城の跡だったんだって。超でかい城だったんだよ多分、ここ天守閣が。見学無料じゃないよ。何、ぶっ壊した工事現場なんか見て何がね、見学無料だよな。で、裏に行ったらあるからとか言って、ほら、これでしょ、天守台ってやつでしょ。天守台の対岸だから、なんでさ、地元の名物ぶっ壊すの、それがわかんない。ほら、めちゃめちゃ広いんだよ。だ、とんでもない城がここにあったんだよ多分。なんだこれ、うん、いや昨日あったって、なんで俺のタイミングで。だからびっくりしたんだよ。いや、たむたむにね、なんか写真撮りたいんだけど、あの春風城はでかいよって言われたの、たむたむに。で、あ、じゃあお城とタイムラプス撮るわっつったのね。でノンラブに聞いたら、いや春風城でかいよって言うから、見に行ったら見に行ったら、えって、俺日本で結構旅してるから、あんなパトラッシュさんの家の方がでかいでしょっていう。どう思う、みんな、あれって、あんなのって思うでしょ。これ多分日本で最小単位の城の大きさでしょってならない。しかもなんか端っこの方にあんの、あれなんか矢倉かなんからしいんだけど、ほう、ここで合ってるよね。クソだよね、クソだよね。うん、なんかでかい城とか見ちゃうと、こんなの見せられてもっていう。こんなんなんか300万ぐらい建てられるでしょ。なんか櫓しか残ってねえの。わらわらでしょ。で、どこ行っても向こう見ても何にもないの。で、そんなでかい城だったら気づくでしょ。なんで地元の人気づかないんだろう。わかんない、取り壊されたのかな、まあ、とにかく駿府城なんてなかったんだよ。ついてねえな、どうしよっかな、なんか絵になるもん撮りてえな。あー、やっぱそうなんだ。だから地元の人はみんなあると思い込んでるよ、地元のリスナーは。あるよ、裏手だよ、裏手だよとか言って、うん、だから何年か前に取り壊したんでしょう。地元愛半端じゃなく少ないよね、うん。静岡はあのリスナーさんのお見舞いできたの、お見舞い、お見舞い、脳梗塞で倒れちゃって、応援してくれてるリスナーさんが。地元愛ないんだ。そう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 。で、せっかくだから久々の旅だから、ちょっとやっぱね、城の一つや二つ撮りたいなっていう。
焼きそばとおでんっていうけど、まだ眠くないんだよ、起きたばっかりだから。飯か、飯、富士宮焼きそば、富士宮焼きそばか。まあ食うか、さあ富士宮焼きそば。あれ、向こうに城あるぞ。あれ、なんでさっきの人も嘘ついたの。え、城あるんだけどなんで地元の人嘘つくの。なんか見えるんだけど、あれ、なんかあるぞ。ちょっと待って、あるんだけど、さっきの人なんで嘘ついたのなんかあるよ、こう、そんなのありませんって平気で言われたけど、寂しいですよねって言われたけど、なんかあるよ。たまたま偶然発見。ちょっと待って、自販機のゴミ箱どこだ。ゴミ箱、静岡、何、なんかあるよね、ほら、あれなんかでっかいの、え、何、あるじゃん。なんで嘘つかれた俺。え、めちゃめちゃでかいのあるよ、なんか。え、なんで嘘つかれた俺、さっきの人に。さっきの人何なんなん。ちょっと待って、静岡に対して不信感が残るんだけど。え、これだよね、でかいじゃん。え、どういうこと、なんで俺地元の人に嘘つかれたんだろう。え、めちゃくちゃでかいじゃん。うん、何、アンチだったの。あるじゃんすっげえ嘘つかれた俺ごめんリスナーさん、あったわ。なんで、うん、あるじゃん。なんか超へこむんだけど、なんか傷ついたんだけど、うん、あれ、あるよね。あー、京太さんかな地元愛少ねえな。写真撮る、ここでタイムラプスどう、ここで撮る、これ、あ、でもね、これね、あ、確かに、あ、分かった分かった、本丸じゃないんだこれ、はあ、これ本丸じゃないんだ。あ、分かった分かった、多分本丸じゃないわ。真ん中にあったやっぱ跡が、天守台が本丸だったんだ。二の丸だ、本当だ。そうだから、メインじゃないんだよ、復元って書いてあるもん。だから超でかい城だったんだよ。うん、はあ、春風城第二の丸、要はなんかあれだ、すげえでかい城だったんだよ。でこれあれだわ、なんだろう、別荘だよ。しかも入れるじゃん、うん、徳川家康の城だったね。十字以降だから大丈夫だよね、十字以降だから大丈夫、入れる。な、中入れるじゃん。あ、じゃあそっちはなくなってるんだ、二の丸だけ残ってんだ。え、これ動画撮らない。いや、これ結構でかいよ、これさ、これいいんじゃない。え、これ結構なんか外人受けしそうじゃない。金が発掘されたの。ねえ、ただまあ、ね、これ多分城の前のそこが門なんだけど、そこで多分ここで殿様が入ってくるんだよ、馬とかで。で、明けた門王だよ、あの、そこで我が名は明日かだよ、うん、だからここ門なんだ、入り口の門番だよ多分。ほら、堀だもん。でもまあ絵になりそうだよね。だから本丸じゃないね、堀だから。本丸じゃないことは確か。まあでも、まあ絵になるかな。どうだろう、ちょっとおお、危ない危ない、うん、水に映ってるし、まあちょっと微妙だよな、門だよな。やっぱ豪華な門感は否めないよね。いや、あのね、写真は暗いのは平気なの、写真は暗いの全然平気。
ただあの配信は無理ね。ちょっとこれ撮るか。ただね、あのビルが入っちゃうと雰囲気台無しだから、ちょっとこっち側から撮るか。お堀に入浴剤ダメでしょ、うん、反社会勢力に乗っちゃうからまた、うん、どうしようかな。タイムラプスどう思う？これでタイムラプス撮る？え、コウモリ、あ、うわ、コイがライトアップされてる。うわうわ、すげえすげえすげえ、ほらほら、コイすごい、ライトにコイが集まってるよ。すごいいっぱいいる、ほら。いや、そんなん、ほら、コイがいっぱいいる。春風鯉だよ、春風鯉。とんでもない量集まってる、この蛍光灯に照らされて。うん、どうしようかな、春風場。撮る？こっち側から撮ったら、多分星と城の、城っていうか門だけど、こっから撮る？煽りで。こっから行く？ちょっとここで1時間写真撮る？うん、ここランニングコースなんだ。どうする、みんな、この辺から撮る？どうする？なんかでも面白い絵になりそうじゃないよな。星は出てないか。どうしよう、どう思う、どう思う？なんか微妙じゃない？いやいやいや、いや、ダメ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 、あの明日手術だからダメ。何、待っててってどういうこと？ダメだよ、病院ダメだよ、入院中なんだから。あなた、なんで会いに行くんだよ。あなたに会いに来たんでしょうか、俺が。さっき会ったでしょ。うん、ダメだよ、怒られる。何をわけのわかんない。この画角だったらいいかな。この画角で星取ってみる？この画角。ちょっと微妙だよね。ちょっとでも微妙じゃない？なんかすっげーって絵になるかな。なるか、これ。ここかな？ここで撮る？じゃあ、ちょっとカメラの準備するわ。ちょっと待って。カメラ準備入ります。まあ撮ろうか、せっかくだから来たわけだし。何も撮らないよりね。なんか半端じゃないよね、物足りなさ感。なんかだから本丸じゃないからね。だから角の門なんだよこれ。あの堀はすげえでかいの。とんでも、多分ね、昔とんでもない城が建ってたんだと思うよ。で、その本丸のその門なんだよ、これが。だから門にしてはでかいよ。ただ中取った方がいいかな。橋を取るとビルが入っちゃうの、こっち側のビルが。だからこっち側から向こうを煽って取るか、水とこの画角か、この画角、この画角でタイムラプス面白くないと思うんだよな。で、この画角だと人が通ったらアウトなの。どうしよう。10時までは多分撮れるから、それかこっちの画角、この画角。じゃあ俺がやってるね、タイムラプスっていう動画2時間かかるのよ。だから1回画角決めたらもう動けないの、2時間かかんの。はい、こんばんは、うん、こっちの方がいいかな。こっちの方が絵になるかな。違うの、写真を今パシャって撮る手法で撮ってないのよ。そう、うん、橋向こう側、こういう角度で撮るか。難しいな。で、俺がいいなと思った動画の絵の動きは、橋向こうって何？こっち側の方もいいんだけど、
タイムラプス向きではないんだよな。あ、難しい。これこの2つしかないもんね、多分残ってるの。ここ以外ある？絵になりそうなところ。いやいや、あったかい。ぶっちゃけた話、パーカー1枚で十分。めちゃめちゃあったかい。これね、一晩中入れる。やっぱね、西の方行くとあったかいわ。ないか。じゃあさっきの画角だな。こっち側捨てだな、多分。ちょっとこっち側で撮ります。ここで1時間ほど撮影。静岡市内に何か絵になる場所があったら逆に教えてほしい。地元民が和道にここに撮ってほしいって言ってもらった方が俺は嬉しい。滝とか自然とか廃墟とか、あとなこういうその他の県にはないすごい映像がここにはあるよっていうのを教えてほしいね、地元の人に。ここすごいよみたいな。愛知に来てくださいってこの前富三郎さん言ったでしょ俺。茶畑か、茶畑ね。俺が一個気になってんのは竜宮窟、竜宮窟だっけな。まあ富士山だよね。県庁取らないよ、うん、県庁取らないでしょ。まあちょっと一枚テストシャッター切ってみて絵になったら撮るけど、多分俺の予想ね、ここダメ、うん。要はなんか俺は幻想的なものを撮りたいのよ。幻想的なものなんかそういうものがあったらぜひ撮りたい。そういうものを探してます。僕はなんかね、ちょっとね、物足りない感があるよね、正直ね、うん。画角このくらいでいいかな。今カメラセッティングしてるから待ってて。なんか惜しいよね。多分でも相当でかい城あったんだと思うよ。あ、いや明日でもいいんだけど、撮ってみるか一回テストで。あーダメだな、うんとね、ダメ、面白くない正直。星が映るかどうかだよね。星が映るかどうか、ちょっと今テストで撮ってみるけど、多分俺の予想ね、これ面白い動きにならないね。あ、熱海ね。はい、こんばんは。なんかちょっとね、微妙、正直言うと微妙。あのね、微妙ないかな、半端じゃなく微妙。テストシャッター切るよ、じゃあ今から。星がガーって入り込んだらいいんだけど、今シャッター切ったの。あ、微妙、無理、全然微妙。なんかね、半端じゃなく微妙、正直。これはダメだ、ダメ正直。絵になってない、ひどいよ。やっぱもう配信で見せてる通りだね。これはタイムラプスにしてもダメ。見る？
これだよ。これひどいでしょ。これは無理だよ。こんな、こんな全然変わり映えない。もう本当にただこれだけ。全然面白くもなんともない。なんかへーっていう写真。何これっていう。あ、これはひどい。俺がこの前昨日撮ったやつはこんな感じ。こういう、うん、こんな感じ。こういう方が絵になるでしょ。こういう方が、うん、ちょっと絵としては、絵としてはこれは送る、あのダメだね。こういう方がいいでしょ。これはダメだ。これもオクラ入りだな。これが成功。これすごいでしょ、うんうん、これがこの前のドラマのやつ。この前のあのドラマのやつがこれ。ドラマ撮影現場のタイムラプス。こういうのが撮りたいの。すごいでしょ、雲の動きがぶわーっていいでしょ。こういうそのビルがあって何があって何があってっていう構図が作れるといいんだけど、こういうそれで動きをつけていくのね、こうやって。ただね、ちょっとね、これは無理だよ。熱海か。ちょっとこれは今日どうする、移動しちゃう今から。そう、動きがないとダメ。静岡ダメだな、ちょっとな。どうしよう、今日静岡市に泊まった方がいいのか、それとももう電車で移動した方がいいのかだよね。これはちょっと残念ポンだな。これはちょっと無理かな。うん、無理だな。移動します。どうしよう、静岡でこの辺で泊まるのか、熱海に移動すんのか、どうしよっかな。飯行ったら移動する時間なくならない？大丈夫？どうしよう、迷ってんだよね。リア凸とかもないよな多分この感じだと。リア凸なさそうだしな、どうすっかな。ちょっと迷ってる。よいしょ。飯よりもとにかく俺は動画写真。熱海モナコみたいなの本当に熱海ってモナコみたいだったっけ。いや、ハサンドの飯より写真でしょ、基本でしょ。モナコみたい。なんか今日嘘つき多くない？なんで今日そんなリスナーさん嘘つきばっかりなんだろう。モナコじゃないでしょ、どう考えても。平気で嘘つくな。移動します。どうだろう、モナコ行ったことあんの？じゃあ、うん、あ、熱海は鈍行で行ける感じ？熱海は鈍行で行けんの？何分ぐらい電車で。確かに熱海に移動した方がいいような気もするけど、ここで一泊していくかどうかちょっと迷ってんだよね。鈍行で行ける？時間どれくらい？今は静岡だから、あのなんだ、県庁、静岡市、静岡県静岡市。どうすっかな。
いや、そしたら別にいいよ。なんか、まあ、確かに今から行って宿はないだろうな。2時間か、うん、どうしよう、超微妙な時間だな。ちょっと微妙だよね。ちょっと微妙だよね。今日こっちで一泊するか、どっかで飯食って、うん、こっちで一泊パティーンかな。うわ、バスケ頑張ってんな。今から行ってもちょっと微妙だよ。それだったら明日の朝1で行った方がいいよね、絶対。うん、ちょっと待って、なんで俺のリスナー嘘ばっかりなの。地元民調べたら56分って2時間ぐらいって言ったじゃん。全然違うじゃん。なんでそんな嘘つくの。なんで地元の人が嘘つきまくってんの。城があるとかないとかさ、2時間かかるとか、いや調べたら56分で行けるとか、めちゃくちゃでしょ静岡リスナー。地元愛全くねえじゃん。どういうこと。え、本当はどっちなの。本当は2時間かかるのか56分なのか、それ話が全然違うじゃん。どうなってんのマジで。不信感が半端じゃないよ。あ、新幹線ならね、うん、なんだよ電車の調子って。ありがとうふざけに、たこ焼きありがとう、うん、あー鈍行なら1時間30か。延長します。アイテムお願いします。いやー、どうすっか。風船ありがとう、バーガーありがとう、ありがとうありがとう。まあとりあえず地元民が、東急ハンズあんの。いや、どこで食べれんのかが分かんないんだって。東急ハンズあるじゃん。静岡ってコンビニないと思ってたからちょっとびっくりしてるわ。静岡東急ハンズあるじゃん。マジか、コンビニもあるし、何にもないと思ってたんだよね。めちゃめちゃ栄えてるかな。え、その焼きそばはどこで食えんの。富士宮焼きそば。どうしよう、富士山行こうかな。うん、コンビニあったんだね。コンビニが駅前にファミリーマートができたっつってニュースになるのかと思ってたから、俺はついにファミリーマートが静岡に来たみたいな。で、クワ持ったおじいちゃんとかがやばいって、こう静岡盛り上げようみたいな、うん、静岡を このコンビニから盛り上げてこうみたいな、クワ持ったあのとんがりコーンのおじいさんみたいなのがいっぱい集まってくるみたいな。カールおじさんとか、はいこんばんは。全然思ってたのと違うんだけど。この辺にある、うん、そんなアホな。え、バスもあんの。バスもあるんだ、すげえな、うん、コストコもあんの。なんでもあるじゃん、うんうん、なんだ栄えてんじゃん。来てよかったな。なんかお茶屋さんしかないイメージだったわ。お茶屋さんが逆にないかんね。お茶屋さんとうなぎパイのお店が100店舗ぐらいあるイメージ。うなぎパイ、うなぎパイ推し。
でもあれだよ、結構そう思ってる人いるはずだよ、世の中の人は。俺の意見が9割ぐらいだと思うよ。こんななんかこんなに栄えてると思ってないよ。右斜め、はい、右斜め、何これ、そう、どうすかな。なんか結構おしゃれなお店あるな。パチンコ屋あるね。今日どうしよう。今日どうすっかな。ローストビーフ。コンコルドって何？コンコルド？そう、右？右に行くの？コンコルドっていうお店があるの？おでんか。何が違うのかな、おでんって。セブンイレブンのおでんと違うの？いきなりステーキあったね。いや、いいよ。いきなりステーキは、東京で食うわ。ゲームセンターか、全然違うんだ。いや、だからどこ入ればいいの、全く違うの。じゃあおでん食うか。静岡。なんか静岡の女の子可愛くね？なんか静岡の女の子超可愛いんだけど、なんか普通。呉服町か今夜町。両替町。うな静岡なんだ。黒はんぺん。黒はんぺん。いや、おでん屋さんがないんだよね。富士宮焼きそばも歩いてるけどないよ。富士宮出身なんだ。静岡美人多いな。なんかこう、なんつうんだろう、こう静岡の感じの女の人のファッションとか好きだわ。なんかこうギャルっぽい感じじゃなくて清楚系だわ。静岡は清楚な美人が多い。何、おでん屋さんないよ。おでんどこで食えんの。どうしよう。いや、だからその店がどこにあるのか分かんないんだって。そう、富士宮焼きそば食いたいよ俺。ないね。横亭どこにあるの。横丁向こうの方がなんかギラギラしてるから向こう行ってみるか。リスナーに聞いてるじゃん。あ、ここキャバクラ街かな。ドンキホーテがあるのは大体キャバクラ街だから。カラオケ安っ。カラオケで朝までいようかな。そこ連れてってよ。タムタムどうすればいい。今ドンキホーテのところいるけど延長します。
ここら辺がキャバクラ街なんだ。ここら辺がキャバクラ街だ。無料案内所があるから。そうだね。いや違う違う、おでんとかが食いたいんだよ俺。おでん。そこまっすぐ、こっち？こっちでいいの？それともあのギラギラの方？ギラギラの方かな？なんか飲み屋街の方？飲み屋街の方？飲み屋街の方かな？多分。いや静岡おでん食べるってだから。だから飲み屋街で合ってんのかな？ギラギラしてる方。飲み屋街の方だ。うん、あったな。カラオケもあるね。どっかを右に曲がるのね、オッケー。カラオケとかだ。カラオケとか。じゃあ右曲がるよ、ここ。ファミリーマート。カラオケ多いな。あ、おでんあった。おでんあるね。やっと見つけたよ、おでんの看板。おでんあった。あったあった。この辺か。静岡カキセンター、カキフライとか。もっと奥？もっと奥ね。どの辺だ？え、商店街、大通り出ちゃうよ。大通り出ちゃうよ。ちょっと奥？え、大通り出ちゃうよ、いいの？ローソンまで来たけど。え？そこ？そこってどこ？タイムラグを計算してない。え、この通りってこと？この商店街みたいな通りってこと？この通り？ここら辺か。はいはいはい。おでん、おでん。これはアーケード？呉服町か、これが。うん、呉服町だ。おー、アーケードになってんだ。この辺が表通りね。はいはいはい。呉服、あ、あるじゃん。どうすっかな、うん、どうしよっかな。はい、ブロックです。おめでとうございます。ブロックです。さよなら。よいしょ。え、おでん屋ないけど、その裏、その裏ってどういうこと？それは左ってこと？え？え？裏って何？右か左かで言ってくんない？え？県庁の方に戻ってるけど大丈夫？うん。うん。え、なんじゃ、青葉公園とか言われてもな、どこにあんの？おでんないけど。マクドナルドまで来ちゃったけど。ないよ、おでん屋さん。てか俺焼きそば食いたいんだよな。わあ綺麗、すげえイルミネーション綺麗だね。
ックより向こう？ん？バックより向こうって何？向こう。2の5の3。いや、俺放送やってるからパソコン使えないよ。検索できないよ。俺携帯スマホ2台持ちじゃないから。ラッシュ、うん、え、今のイルミネーションをつきの戻るよ、ザ、うん、俺コミュ障だから無理。じゃあイルミネーションつけるよ。つまりマクドナルドの反対側行けばいいんだよね。行くよ。え、ってことは戻ってるじゃん、さっきの繁華街に。いいの。はいはい。これか、青葉シンボルロードね。青葉シンボルロード、これだ。 OK、 なるほど。おでんと焼きそばが同時に食えたら最高なんだけどな。デートしてる割烹が。うわ、水が流れてる。なんか交番？交番まだ見当たんないな。交番、交番、交番、交番どこだ。スケボーめっちゃ怒られてる、うん、信号、いや、おまわりさん怖くて無理だよ。もうおまわりさんは無理無理無理。税金払ってないから税金払ってないから。あれ、ファミリーマートあるね。噴水の左が横丁、うん、なるほど。ほうほうほう、うん、うん、タコ吸いたいな。聞けないでしょ、権利がないんだ。灰皿発見、灰皿発見。よいしょ。マジでどこ入ってもうまい。 JK だ、 JK、 JK がいる、 JK がいるよ、 JK が。てかカラオケ多くない？この祭りカラオケばっかりなんだけど。静岡リアドゼロか。
でも俺静岡に電球があると思わなかったから、静岡にもイルミネーションあるんだな。それにびっくりしてるよ。お茶畑しかないと思ってたから、電球あるんだな。すごいな。え、バカにしてないよ。だ本当にだから桑持ってる人しかいないと思ってたから、しょうがないじゃん、来たことないの。やっぱ田舎の方が笑顔が絶えないね。いいね。町の人が幸せそうだよ。みんなニコニコしてる。東京と全然違うね。活気がある。ニコニコしてる。ニコニコしてるよ。いや、スローライフだから、俺のテーマはスローライフ。ほら JK がくるくる回ってるもん。ほら JK がくるくる回ってる。東京ではないの。 JK くるくる回ってるから、ほら踊ってるから。でもあったかいね、静岡ね。バカにしてないよ、別に。別にバカにしてないよ。ほら、俺さ、ほら、都会育ちだから、成田シティ、千葉県の最も、日本中で最も住みたい街、成田シティ育ちだからさ、成田シティって言ったらもう高層ビル群だからね。しょうがないんだよ。成田はすごいよ、本当。いや、成田シティは日本の憧れだから、成田シティは。世界が紙一重だから。あ、渋谷を回るんだ。うん、俺は成田シティだね。うん、もうやばいよ、成田憧れだから。サワラのやつとかもうビビってっから。文化人も多いしね、成田はね。そう、国際派。そう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 、だから世界の和道なの。やっぱ成田、外人と接すること多かったから、そう、世界レベル。そうそう、はいはい、和田つ、世界の和道だから。このモニュメントが何なのか分かんないんだよ。おっさん2人が、なんか太ったおっさん2人がなんかやってるんだよね。そうそうそう、いや元世界の和道だから、今は銀河クラスだけど、うん、なんだよ、静岡に俺のリスナーも100人ぐらい、なんか新幹線降りたら200人ぐらいに囲まれるイメージだったんだけど、誰もいなかったからね。新幹線降り口のところで、あのキャーってなって、そういうイメージだったのにさ、誰も来なかった。どうなってんの静岡。来日したのにな。ついにあの世界的アーティスト和道が静岡上陸したのに。誰もいねえよ。
だこれ、おかしいだろ。ゼロだよ、ノリ悪いな。静岡ノリ悪いよ。シャイなのかな。そうだね、シャイなのかね。おかしいだろマジで。で、でどこを左だって、どこを左、この噴水を左だ、噴水左、うん、キャーって言ってた。もう超恥ずかしかったのが、タムタムがなんかナースセンターに連れ回して、なんかすげえ紹介したんだけど、ナースがキョトンとなっててすげえ恥ずかしかった。え、ここ左じゃないので、麻酔のイケメンお医者さん、麻酔のお医者さんが来たんだけど、タムタムがね、ラッキーですね、有名な YouTuber ですよって紹介されたんだよ。もう麻酔のお医者さんキョトーンだったよ。あ、おでんって書いてある。あった、それっぽいところあった。ここにすっか、ここか。どこが有名なんだろう。これだ。めっちゃ恥ずかしかったよ。どれがいいかな。雰囲気あるね。ちょっと画面切るね。おでんどこがいいんだろう。なんかおすすめある。いや、みんなおでん屋さんだわ。全部おでん屋さんだわ。あー、だから思い出横丁、あー、ここ満席だわ。どうしよう。いっぱい一番とか知らん。どこにしよう。まあ行ってみるか、せっかくだから。どこがいいかな。竹井に行くじゃ。竹井の場所わかる？竹井に行く？ここに竹井があんの？じゃあ竹井行こうよ。竹井ってこの辺にあんの？竹井はどこにあんの？ここは青葉横丁だって。これはおでん横丁とは違うんですか？はい。おでん横丁とは違うんですか？わかんないです。ごめんなさい。はい。わかんないですね。はい。青葉横丁って書いてあるけど、竹井はここにあんの？この近く。じゃあそこ行こうよ。竹井高くない？大丈夫？竹井高級店とかだったらマジで本当やめてよ。この中にないの？竹井和子部落おばちゃんって店がすげえ人気だった。おばちゃん、じゃあ竹井行こう。竹井行こう。あ、でもいいね雰囲気。ここ写真、これこそ写真映えするでしょ。こんなのほら、ここ写真映えしそうだよ。おでん横丁ね、おでん屋しかない。これ雰囲気いいよ。もう写真いいんじゃない。まあいいや。竹井どこだ。竹井行こう。竹井ちょっと竹井に乗り込もう。竹井どこだ。両替町 2-5-3、 2-5-3。そう、これあれか、コピーするか。あ、そうか、コメントコピーってできないのか。この辺の 2-5-3、2-5-3。2-5-3どこだろう。ここがどこだか分かんねえな。両替町 2-5-3。竹井、この辺もう歩いていけんの。竹井を探そうか。両替町、2-5-3。
両替車を、いや、やだって、しつこい、うん、武井どこだ、武井両替町、両替町、武井両替町、ちょっと俺がじゃあ検索するわ。青葉区両替町2の5の3ね。青葉区両替町2の5の3。電波ない。電波ある。まっすぐだったわ。本当に近くだわ。すぐ、多分突き当たりドン突きだと思うわ。行こう。見えてる。やっぱナビ起動するとパッツパツか。パッツパツか。あ、あ。パッツパツかな。あれ？コメント流れなくなってきた。バグか。ダメだ。放送がままならない。両替町2の5の3。あれ？ファミリーマートだがこの辺じゃないの？映ってる？多分ね、この辺が両替町なんだと思うよ。じゃあさくらさんおすすめの竹行くわ。この辺だよね、多分。このね、突き当たりだと思うんだよね。ライブハウスウーフーだって。ライブハウス誰が出てんだろう。僕の声、え、僕の声ってあれじゃん。うん、送った、何が送った、うん、ライブハウスいいな。戸田の音楽室。アタックってなんだ。めっちゃアタックが気になる。え、この看板めっちゃパンチ効いてていいな。アタック、うん、武井。うわ、喫茶スナックいいな。喫茶スナックよかったな。どこだろう。武井。あれ、ないね。武井ないよ。え、なんかね、表札がないんだよね。コッペパン専門店でもうコッペパンでよくない？なんかこれ美味しそうなんだけど。粒あん、コッペパン屋さんやりてえな俺も。コッペパン専門店いいね。え、どこだ。竹井ないよ。え、竹井マジでないんだけど。両替町2の5の3。なんで標識がないんだろう。どうしようかな。え、
さっきのピカピカのファミマに戻った方がいい。じゃあさっきのピカピカのファミリーマート戻るよ。うん、いやこのコッペパンなんかいいよね。コッペパン屋さんいいじゃん。じゃあファミマ戻るよ。さっきのピカピカの大通りのファミマ。いやだから標識がないんだって。両替町もないんだよ。そう、武井がランキング1位なんでしょ。激うまなんでしょ。両替町 2-5-3。 でもなんか個人店がいっぱいあるっていいよね。ここはファミリーマートだよ。 2-5-3 どこにあんの今。ファミリーマートにいてないけど。何もないよ。ほらファミリーマート静岡青葉通り店にいる。ないじゃん。どうしよう。どうすっか。ないな。え、どうすりゃいいの。ないじゃん。いや、ないんだけど。もう分かんない。ていうかここがどこだか分かんない。初見さんいらっしゃい。何だからさっきから言ってんだろ。しつけえなこいつ。お前ブロックするぞマジで。俺しつこい人間嫌いなんだけど。どうしよう。ないな。なんかね、おでんが美味しい竹井っていうお店が見つからないんだよね。竹井、うわ気になる店見つけた。うわ気になる店見つけたわ。めっちゃ気になるな。気にならないここ。うわこのお店気になるな。なんでだろう。なんか気になるな。見つかんないね竹井。どこだ、小林ビルが分かんないですね。ちょっとどこなんだろう。3分で着くって書いてあんな。それもいいかもしれないね。あれ逆方向って書いてあるわ。逆方向だ。全然違うところ来てるわ。あ、全然違うところ来てる。声聞こえてる？みんなこれで。みんな声入ってる？全然違うじゃん。あ、全然違うわ。全然違うところ来てる。全然違うじゃん。
ありがとう。声聞こえてる？聞こえてる？ダメだな。声聞こえてる？声聞こえてる？ああ、イライラする。声聞こえてた？さっき。テスティステ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 ス。ダメだな。うん、声聞こえてた？さっき。じゃあナビ起動するとこうなるんだって。聞こえてた？声聞こえてたの？さっきナビ。じゃあナビの方アプリ起動するよ。聞こえてんのね。オッケー。うん。はいはい。聞こえてんのね。あ、うまいんだ。聞こえてる？スタックスまだあんだ。竹井この辺のはずなんだよね。延長ありがとう。ありがとう。こっちじゃないんだ。左か。バグありがとう。あったあった、竹井あったわ。竹井あった。ここだ多分。ここで合ってる？ここで合ってる？ここじゃない？ここで合ってる？おでん竹井、ここみんなが勧めてんの。うん、じゃあラジオに切り替えるね。うん、よいしょ、ラジオにします。よいしょ、うん、ラジオになった。横だ。一人でも大丈夫ですか？すいません、端の席でインターネットラジオってやってて映像とか映さないけど喋ってたりしたらダメですか？あ、インターネットラジオとか普通に喋ってたらダメですか？はい、あ、そうです、そうですね。全然よくわかんない。はい。あ、まあ一人でボソボソ喋ってていいかっていう画面見ながら。まあ、いいですか。まあ、はい。どうも。あ、了解です。あ、じゃあ生ください。あ、いや、してないです。はい。よいしょ。札幌の静岡バックシュがあります。あ、じゃあ静岡バックシュでお願いします。いや、いいよ、映像は、映像はいい。よいしょ。
いやすごい雰囲気いいよ、めちゃめちゃ。なんか飲み屋街の方にある感じだね。いや今全然話すよ。あ、すいません、ありがとうございます。いやコミュ力ないよ俺全然。じゃあみんな KP お疲れ。おでんと焼き鳥が有名なのここ。 OK 分かった。何がいいかな。すいません、おまかせ串、おまかせ串、え、焼きと串焼きって焼き鳥ですか。あ、なんか普通の焼き鳥のなんか盛り合わせみたいなのってありますか。焼き鳥の盛り合わせとあとおでんのなんか盛り合わせみたいなのってありますか。お願いします。ありがとうございます。うん、あ、ノンラブが電話してたんだ。 ありがとう。すいません、さっき女の人でした、電話してくれたの。あ、すいません、なんか電話したみたいです、ごめんなさい、場所を案内するので。はい、ありがとうございます、すいません。あ、電話してたんだ、ありがとう、聞いた、うん、KP ありがとう、サンキュー。ここはランキング1位なんだ。へえー、しゃしゃ、うざい、うん、さくらさん、うざい、うざい。あ、あるじゃん、富士宮焼きそばあるんだ。あ、すいません、あと富士宮焼きそばもお願いします。うん、ねえ、なんかしかもビールもね、静岡麦酒っていうの飲んでるよ、札幌静岡麦酒。なんかなんだろうな、少し軽めの、少しねライトビールっぽい感じで、うまいよ、札幌静岡麦酒。あ、ありがとうございます。うわ、うまそう。黒はんぺん、しいたけ、大根玉、牛すじ、はい、だしこと言いましょう、はい、魚粉と混ざったものなんですけど、はい、結構風味変わりますので、ほうほう、お好みで使ってください、はい、これそのままこうかけちゃっていいですか。はい、大丈夫です、はい、これ串入れたいです。あ、ありがとうございます。これが静岡おでんか。ちょっと写真撮らせていただくわ。いや、iPhone で撮ろうかな。ノンラブありがとうね。あれ？キャップがねえ。あれ？あれ、カメラのキャップがねえな。あれ、カメラのキャップがねえ。なんだ？あった。やっとご飯だね。朝ご飯ですよ、僕の。じゃあ、静岡のおでんいただきますね。これが静岡名物、だし粉っていうのがあるんだね。じゃあ黒はんぺんからいただきます。黒はんぺん、なんかね、汁ビタビタな感じじゃないみたいな。あ、うまい、うん、うまい。あのね、うん、全然違うわ、こういうおでん。うまい、うまい、うまい、うまい。なんだろう、うまい。うん、し
少しね甘みが強いのかな。うん、すげえうまい。これかけてみようか。なんか全然違う、全然違う。うん、うまい。うん、うんうんうん、あ、うまいな。あ、うまい、うまい。いや、焼きそばまだ来てないよ。めちゃくちゃうまいわ。ねえ、食いたいよね。なんだろう、甘みが強いのかな、関東のよりも。いやー、ていうか酔っ払ってきたな。うん、甘みが強い感じがする。で、なんかね、こう染み込ま、すごい染み込んでる感じがするね。わかる、わかる、わかる。確かに。大根はね、すっごい柔らかい。ねえ、お腹空いたよね、みんなね。腹減るよね。なんかね、だし粉って鰹節と青のりみたいなのをかけるのかな、これ。これをかけると風味が変わるって。うんうんうん。いや、黒っぽいはんぺん。黒っぽいはんぺんだね。うん、そうそうそう、うん、うん、うまいな、すごい。なんだろう、このね、札幌麦酒っていうビール、これがすげえね、札幌でしか飲めないのかな、これ。なんかビール普段飲まないんだけど、飲むとしたらね、結構軽めのビール好きなんだけど、風味があってかつね、口当たりが軽いビールでうまいね。これが静岡のおでんか。こんばんは。あ、牛すじやば。牛すじめちゃくちゃうまい、これ。牛すじめちゃめちゃ歯ごたえあってうまい。今ね、静岡の静岡市でどうしようかなと思ってたら、あのおでんが美味しいお店探してたら、おでんランキング1位のお店があるって教えてくれて、リスナーさんが。なんかすごい人気店なんだって。で、じゃあ行ってみようって言って探して、で、おでんランキング今1位のお店に来てる。
で今おでん食べ終わったところだね。すげえうまい。でビールはね静岡のなんかビール、札幌静岡なんとかビール飲んでる。そうだね、街中のなんか繁華街、なんかキャバクラとかいっぱいあるような、両替町っていうところかな。なんか夜のお店がいっぱいあるところだね。そう、焼き鳥もうまい。楽しみだな。今お任せでお願いしてる串盛り。やべ、酔っ払ってきたな。今日どこ泊まろうかな、マジで。すげえ迷ってる。全然眠くないし、まだ。今日は静岡で一泊しようかな。今から移動しても多分どこ行ってももう無駄だろうから。多分まあリア凸もないだろうし。ビールうまいな。このビール普通に売ればいいの。美味しいけどな。何が違うんだろう。札幌の普通に売ってないのかな、これ。札幌静岡麦酒。久々地方回ってるよ。栄えてるからなんか田舎の方に来たっていう気分じゃないね。すごい都会だから。明日熱海とかに移動する。伊豆のね、その下田っていうところに洞窟と海のなんて言えばいいの、紅の豚の隠れ家みたいなのがあるんだよ。下田のね、竜宮窟だっけな。そこでタイムラプスの写真撮りたいなとか思ってるんだけど。竜宮窟で検索してみて。下田竜宮窟だね。めちゃくちゃね遠いんだよね、静岡から。東京から3時間だけど、多分静岡からも3時間ぐらいかかると思うんだけど、そこはね多分ね一生で一回撮りたいなと思ってて、前から狙ってるところではあったの。だからこれを機会に行くのか、それとも来る。あ、そうなんだ、静岡ビールここでしか飲めないんだ。静岡限定なんだ。これ美味しいね、静岡ビール。いや、すごい美味しいよ静岡。ライトビールなんだ、多分ライトなんだけど、口当たりが香りがすごい深いっていうか、だから飲み口は軽いんだけど香りが強いんだよ。に苦味もちょっと強いけど俺すごい好き。口当たりがすごいライトで、麦の深みが強い。これマジで札幌の静岡ビール飲んだ方がいいよ。ビール好きは、ライトビール好きな人でもすげえおすすめ。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。焼き鳥、じゃあ行きますよ。さくらさんおすすめの焼き鳥、なんかね、タレから行ってみようかな。じゃあタレから行きます。
やばい。あ、うまいわ。あ、めちゃめちゃうまい。うん。ぼんじりとももと豚の肝と鶏皮とあとなんだっけこれ。すげえ。あ、わかった。あのね、静岡の人の味覚ちょっと甘めなのかもしれない。あ、うまいこれ。うん、甘め。あ、レバーだこれ。あ、美味しいわ焼き鳥。いや、なんだ。あ、うまいうまい。美味しい。うん、焼きそばまだ。焼きそばまだね。うん。なんかね、甘辛いんじゃなくて、甘辛いっていうよりも甘めだね。いや、東京とかでさ、あの醤油のしょっぱさっていうのがあるじゃん。塩、あの関西人が言うとこの塩辛いっていう。でも、うん、うん、竜宮、多分ね下田竜宮で出てくると思う。下田竜宮で検索してみて。あ、美味しいね、さくらさん。うまいうまいうまい。うん、いいね。今あの武井さんっていうお店にいるんだけど、美味しい。ここすごいうまい。なんだろうこの甘さ。この甘みがいいね。ちょっとね、焼き鳥これ癖になりそう。うまっ。いいね。ね、出張かなんかできたの。おいしいよ。すげえ。そうなんだ。いいね。うん、元気だれっていうの気になるな。ちょっと元気だれも食ってみたいから。すいません。すいません、ネギマと砂肝、はい、あと軟骨、これ元気だれっていうのでお願いしてもいいですか。はいはい、あ、鶏で、はい。焼き鳥うまいな。あ、ボンジュリーが、うん、あ、ボンジュリーうまい。なんかね、特製ニンニクのタレなんだって。あ、これでね、この値段で食えるのいいね。あ、うまい。うん、全然違う、全然違う。全然違うよ。お疲れ、そうそう。ありがとう。いや、このお店はいいね。雰囲気もいいし、焼き鳥うまいよ。おでんも美味しいし。いや、俺今この藤岡ビール、静岡ビール飲んだの。延長ありがとう。アイテムありがとう。うまっ。
酔っ払ってもいい？みんなちょっともう一杯行ってもいいですか？どうする？知らない街で酔っ払ったら危ないか。言っとく。すいません、同じビールもう一つお願いします。ビール普段飲まないんだけどこのビール美味しい。いや、うまいうまい、マジでうまい。いいね。お、来た。はい、あ、ありがとうございます。かつお節半端ねえな。この写真撮っとこうわ。これが富士宮焼きそば。見た目行かない行かない。旅先いいね。じゃあ富士宮焼きそば行きます。来た、今来たよ富士宮焼きそば。 ありがとうございます。どうも。いや、ここうまいよ、めちゃくちゃ。お客さんすごい入ってるし。じゃあ富士宮焼きそば念願の。あ、なるほどね、そういうことか。ちょっとじゃあいただきますね。かつお節がすげえ。あ、うまいうまいうまい。あー、なるほど。あのね、ソースが薄めなので、さっきのおでんに使った魚粉と青のりあるじゃん、だし粉って言ってたっけ、あれをバンバン振りかけてるからソースの味を薄く作って、あの魚粉の多分ものと青のりとで鰹節バンバンかけて、だからね、なんだろう、魚介系なんだ。これが富士宮焼きそばか。富士宮焼きそばだっけ。だから、魚介系焼きそばみたいな、で、やっぱりね、あの焼きそばも多分ね、ソースが違うのか。そう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 、うまいうまいうまい。あのね、で全体的に関東とかに比べると甘め。いや、美味しい美味しい、すごい全部当たりで、多分ねソースもソースの味だと思うんだけど、やっぱね、あの関東の味がしょっぱいんだよね。でこの甘みが強い感じがする、俺は。ああ、なるほどね。隠し味におでんの出汁を使ってんだ。だからね、なんて言うんだろう、なるほどね。だからね、焼きそばっぽくないかもしれない。あのギトギトのソースとか甘辛いとか、ほら大阪の方だとさ、おたふくソースの甘さじゃん。そういう感じじゃなくてね、なんだろう、出汁の甘みなのかな、みりんなのかな、なんか独特の甘みがあるんだよね、全部の料理の中に。それがなんか多分その地方性なんだろうけど、うまい。てかめちゃめちゃ食ってんな俺。おでん5個、焼き鳥5本、焼きそば、ビール2杯、止まんない。で、ビール2杯目でしょ。で、焼き鳥また3個追加しちゃったよ。普通にうまい。いや、いいお店だよ、すごい。あの、リスナーさんおすすめで。
めちゃめちゃ美味しいよ。なんかさ、あるんだよ、そのこのエリアはしょっぱさが強いとか、このエリアはそのどういう味かっていう。だからね、なんかね、あの中部の方と関東の方の間だからじゃないっていうのはね、すごい的確な表現だな。っていうか静岡ビール普通に家でも飲みたいな、これ。いやーこれ美味しいね、すごい美味しい。いいよ。すげえ美味しい。一人飲みがちょっと寂しいね。なんか哀愁漂ってるんだ。一人で飲むのがちょっと悲しい。いやみんな想像して、あの、うん、おノンラブそのサムネ戻したんだ、かわいいじゃん、いや何が悲しいってさ、旅先でうまいもん食ってるんだけど、カウンターで携帯電話に向かってブツブツ独り言言いながら焼きそばとビール飲んでるってすごいシュールだよ。多分 A 見たらみんな吹き出すと思うよ。カウンターの端っこで、ね、お客さんとか、ね、お店の人がねこう頑張って営業してるんだけど、完全に変人でしょ。携帯電話に向かって焼きそば見ながら一人でブツブツうまいうまいって言って、いや来てよかったとか言ってんだよ。こんなに悲しいことある？泣けてくるよ。俺は堅くなに絵を見せないけどね、そう完全に病気の人だからね。何あの人、あの人ずっと焼きそば見ながら喋ってるよっつって。事案だよ事案、完全に完全に事案だよ。そうだね、目からね謎の汁出てくるよね。いや俺普段キリンビール飲まないで、バドワイザーとか、なんだろう、ライト系のビール飲むんだよ。あのキリンで言ったら、ハートランド飲むんだけど、ハートランドとかよりもそこまで軽くないの。あの軽さで言ったら、まあライトビールなんだけど、あのね麦のうまさっていうのかな、重厚感っていうのかな、香り、そういうねアタックが最後に来るから、ライトビールなんだけどその味わいが深いっていう感じかな、そうだね。人形に話しかけて悲しいね、なんかだからね、ライトビールってその香りがなかったり飲みやすさを重視してるけど、飲みやすいのに後からこうグッてくる感じ、これがうまい。これ絶対ね静岡のビール飲んだ方がいいよ。札幌静岡麦酒っていうやつで、苦味は少し強いかな、苦味は少し強い、このビールはマジでお気に入りだな。こういう地元のビールがあるっていうのが知らなかったもん。でもね、あの焼き鳥に驚いてるかな、一番料理で。多分ねここのお店がね焼き鳥うまいんだと思う。
その地元の富士宮とおでんって言ってるけど、驚きでうまさで言ったらね、焼き鳥がめちゃめちゃうまい。全部うまいよ、全部うまいんだけど、焼き鳥ここのお店美味しい、すげえ。いや、タムタムがさ、あのすげえ面白いこと言ったよ。全然違うよ。あの心臓の手術するんだけど、明日たまたまが和道ってカルテに書いてあったんだけど、牛の心臓移植されるんだよ俺って言ってて、だから20年しか生きられないんだ和道って言ってて、何言ってんだこいつと思ったけど、真顔で言われたからね。和道、俺の心臓牛になるのかな、ならねえわっつって20年後牛の心臓もう一個入れ替えたら生き残れるかなっつって、いや大丈夫だからっつって、牛の心臓大丈夫だわっつって、本当に和道本当だよねってどうしたのっつって、脳梗塞やって頭おかしくなったのっつった、ううん、和道忘れてるかもしれないけど元からだよって言って脳梗塞関係ないよって、そうだっけっつっていや超面白かったよ。和道、最後に一個聞いてもらいたいことがあるんだ。俺お医者さんが書いてるカルテ読んだんだよ。うん。そしたらカルテに牛の心臓移植って書いてあったんだよ。嘘だろうと。聞いたことねえわ。それウィキとかでそんな手術世の中にないよって言ったんだけど、あるんだよきっとって。だから俺は20年しか生きられないんだよっつって、うん、やっぱ和道リスナーって頭おかしいなと思った、うん、あービールめ、いやで、うん、で生まれつきだったの。和道、脳梗塞で頭おかしくなったんじゃないよ、俺もともとおかしいんだよ、伊藤さんありがとう、ええちょっと待って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 、えマジなのミースケ、豚の心臓移植するって本当なの、牛とか豚の心臓移植するの本当なのたまたま明日から牛の心臓になるのさえ俺嘘だと思ってて、頭おかしくなったと思ってクソ笑いこらえてたんだけど明日からたまたま牛人間って呼ぼう明日からたまたまアットマーク牛人間でしょあマジであるんだそういう手術が、うん、なんかパーツを使うんだ明日から牛人間って呼ぶわ俺、うん、体のパーツに牛を取り込んだ男、うん、あ、ベンって言ってた、ベンをその直すって言ってたから、あ、じゃあ本当だったんだ、ごめんタムタム、俺もう本当に頭おかしいやつだと思って普通に笑ってたわ、うん、あ、ありがとう、鶏ネギは元気だね、ありがとうございます、あ、ごめんタムタム本当だったんだ、うん、便を直すって言ってたから多分本当だよ、元気だね、めっちゃうま、ちょっと待って、元気だれやばいわ、もうニンニク大好きだから、元気だれやべえ、ニンニクバンバン使ってる
うん、まっ、ごめん変人扱いしてたけど本当だったんだ、嘘つきじゃなかったんだ、うん、うん、うまっ、どうすいや元気だれうんまいよ、いや元気だれいいよ、ニンニクニンニクガッチャガチャに使ってる。あ、たむたむみーすけプレゼンツのさ焼きティラミスどうだった、食べた。あ、そっか、今の時間食べれねえのか。いや、元気だね、やっぱり。ニンニク系のさ、料理すごい好きだから、半端じゃなく、これでもかっていうぐらいニンニク使ってる。砂肝もいくか。あ、砂肝もうまっ。あ、やばいな、ここ。ていうかまた太るな。焼き鳥8本、おでん5個、焼きそばビール2杯だよ。すげえうまい。いや砂肝もうまい、うまい、うん、よく食べるからあんな腹になってんだよ。ノンラブ今超腹やばいよ。俺のゴルフの動画 YouTube に上がってんの、昨日生まれて初めてゴルフやったのね。腹出まくってて笑うよ。俺の YouTube 行ってゴルフの動画見てきな。ワンスイングしてるんだけど、生まれて初めてゴルフやって、いやマジで腹すごい今。リバウンドしてる。ちょっと食いすぎてるな。ただ止まらねえ。これ焼き鳥いいな、うん、やべ元気だらにはまりそうで。でもね、うん、捨て頃で増量したんだけど、そっから1回69キロまで落としてまた4キロ上がってるから、要は落としたんだけどまた太っちゃった。ストレスで食ってるんだよね今。ミイスケのおすすめの焼きティラミス送ったよ。届けたかんねん、なんと。俺もあの店で1個食ったけど、なんかしっとりしたケーキって感じだったね。洋酒を漬け込んだケーキみたいな。でも地元のなんか推しのもの食べるって旅の醍醐味だよね。っていうかどうすっか、明日どうする、下田行く、下田行くか熱海行くか迷うな。なんか多分なんだけど、あのないかもしんない、静岡のちょっと都会っぽい感じだから、ど田舎の方行きたいな。ど田舎の方、なんか思ったけど静岡ってあの電車で移動して思ったけど、地形がすごい特殊で横に長いの。だからなんだろう、距離感、静岡まですっごい遠かった、うん、いや熱海はね帰り道だから、熱海行って写真撮って一泊するとか、もう温泉行きたい行きたいって言ってたから、ちょっと一泊してもちょっと贅沢してもいいかななんて思ってるけど、いやもう下田の、うん、あお茶ありがとうね、そうそう静岡に。で俺がみんな検索してもらいたいんだけど、みんなに相談ね、超遠いんだけど
下田の竜宮窟で検索して、下田スペース竜宮窟、うん、それ見てタイムラプス、タイムラプスがまずその竜宮窟で撮ってる人いないのよ。で俺一晩そこで泊まってタイムラプス撮ったら多分その静岡の人喜ぶと思うんだよね。静岡でそういうなんつうのとんでもなくその検索してみて、とりあえず竜宮窟で、でタイムラプスがまず存在しないのそこので、誰もやってないんだったら世界で初めてやろうかなとか思ってんだよね。うん、嘘、どうだった竜宮窟、カズどうだった、あれでタイムラプスどうかな。ちょっと迷ってんだよね、どう思う、うん、真っ暗だよねそうだよね、真っ暗だよね多分ね、うん、いやでも写真の場合だとあの真っ暗でも撮れなくはないの、要は暗いところを明るく写すのは写真は向いてるから、うん、結構でかいの。え、人通りとかどうだった、要はね人がいない方がいいの、あそこで撮影する場合人が1時間誰もいないみたいなのが最高なので、人がいるっていうことは人が写っちゃうってことだから、どうなの、うん、そうそうそう、紅の豚の、そう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 、うん、マジだ。え、そのさ下田っていう町はさ泊まれるの、人結構いるんだ、うーん、人は多いんだ、夜中も入れるの、夜も入れんのかな、なんか柵とかあった、夜中入れる感じ、あ、下田温泉あんだ、どうする、明日下田行く、ペリー来航の町だって書いてあったね、うん、どうしようかな、入れる、じゃあ明日一晩粘る、もう天気は運、天気は運、天気と雲はもう運だね、カメラマンが持ってる運だから、運を持って、ただ前回さドラマで撮ったやつすごい良かったよ、うん、あった、うん、車じゃないと辛いか、あのね、熱海は行ったことあるけど正直微妙、あのだったら新宿とかで撮ってる絵の方が綺麗になるから、だから俺はなんていうの、ど田舎とか自然とかをこう撮りたいの、要は東京の人とかを癒せる動画を作りたいので、日本にこんな綺麗なところあったんだみたいな、そのなんだろう、だからとあとは地元のリスナーさんに こんな綺麗な場所があるんだよっていうのを拡散していくっていうか、うん、秋目だいいね、うん、結構広かった、なんかね写真と実物って全然違うのよ、そうカメラマンがレンズ歪ませたりしてるから、その要あの三脚とか立てられるスペースある、邪魔にならなくて端っこの方とか三脚立てられないといけなくて、うん、広かった、三脚立てても邪魔にならない、で俺がイメージしてるのは夜中あそこに張って昼間温泉入って寝て夜もうその
その竜宮窟で一晩明かすみたいな、もうひたすら写真撮って、要は海と上の吹き抜けから星がバンバン流れるタイムラプス撮りたいの。そんな田舎者みたいな思考じゃない。そんな大さんで合わないから。どうなんだろうな。あと今日の宿考えないとな。今日の宿、いやもう多分ね感動すると思うよ。で俺行きたい、その撮りたいスポットではあったんだけど、どうなんだろうなっていう。そういうこと、そういうこと。ハートの間から星がヒュン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 流れるみたいな、うん、アイテムありがとう、アイテムありがとう、サンキュー、うん、やばいでしょ、やばいでしょ。あ、延長台ありがとうね、延長代ありがとう、サンキュー、ありがとう、アイテムありがとう、うん、白糸の滝行く？白糸の滝はどこにあるんだっけ？ノンラブ、白糸の滝はどこにあるの？いや別にあれだよ、あのなんつうの、富士宮か。要は一泊一泊、要は三泊ぐらいするならいいよ。あ、石がゴツゴツは大丈夫、三脚置けるスペースあるか。ただ今回行くのかどうかで迷ってんの。要は金がないんだよ。宿泊代がないから、そう、金があったらもう電車代も全然ないからさ。先月の売り上げでもうポケットの中にさ、月末だからさ、金が残ってないんだよ。そうだから宿とかどうすっかなと思って、テントとか買おうかな。別に野宿とか平気だから俺。温泉はさ一泊じゃなくて、そのなんか800円とかで入れるやつあるじゃん、あれでさ入ってさ、うん、いや俺絶対好きだと思う、あそこは、うん、どうすか。今日は快活クラブかな、多分満喫かな。城も撮りたかったけどね。ケビーありがとう、サンキュー。やべ、完食しちゃったよ。ね、今プロモーションビデオ作ってて、その要はストーリー5分間の中に映像をその詰め込んだ、要はポートフォリオっていうんだけど、自分の映像作品、あのスポンサーさんとか花火投げる人に見せる用のやつを作ろうと思ってんの。要はこういう映画作る、こういう映画を作るっていうわけじゃないけど、こういうテイストの作品になりますよっていう。だからティザーだよね、要はテザー。それを作ってね、ああ頑張ってるじゃんっつってね、アイテム上がるようになるといいんだけど、今ちょっと技術上げてるからもうちょい待っつってね、みんなを度肝抜くから。
でも超嬉しかったのが、もうダンカンさんが脚本書くのを教えてくれるって言ったから、やばくない？みんな、ダンカンさん脚本書くの教えてくれるってよ。この前さ、飲んでた時にあのプロデューサーさんがさ、あの今ワドちゃん映画作ってんすよって。そう、そしたら、え、いくらで作るのって。ほら、ダンカンさん映画監督やってるから、で海外で賞取ってんのよ。だからあの普通にあの、え、協力できることあったら協力するよっつったら、脚本教えてもらえますかって言ったら、もちろんだよって言ってくれて、だからあのくれてつかもらえて、うん、いやすごいなとか思って。だからあの脚本出来上がったら一回ダンカンさんに見てもらおうと思ってる。でここ変えた方がいいよって、あそこ変えた方がいいよって、いやすごいよね、俺マジかと思ったもん。いや結構すごいよね。え、本当っすかって言ったら、お、本当本当、俺映画好きだからって言って、でいくらで撮るのって言って300万っつったら、えって言われたよ300万で今の時代映画撮れるんだって言ってたよ、やっぱり、いやだから本当にあのね、しかもあの俺に今映像その教えてくれてる人がいるでしょ。あの最近撮りに行ってるじゃん、よく。で新宿にいましたよねとかさ、あのリスナーさんに言われるじゃん、今日新宿の歌舞伎町のどこどこで撮影してましたよねって。その映画を教えてくれてる人って、あの結構すごい人で、もうすごいよ、3分の映像を作るだけで1000万とかもらってる人だよ、ダメだよ、呼び捨てなんかできないよ呼び捨てなんかできない、結構裏で頑張ってるよ今、踏ん張りどころだよ本当に、今踏ん張りどころ。いや俺のことワドって言ってるじゃん。たまたま俺のことワドって呼んでない？呼び捨てにしてなかったっけ？ワドさんって言ってるっけ？あ、ありがとうありがとう。ねえ、たまたまワドって言うよね。ありがとうありがとう。なんかね、でも自分の写真とか映像に関してはもっと個性出していかないと通用しないなと思ってる。通用しない、この先。要はね、あの ロマンちゃんいるでしょ、あの子みたいに自分の世界観、要は誰がどう見てもこの写真この人が撮ったって見せないとダメだから、映画とかも。あのね、それって上手くなることとは別の要素なんだよ。その映像の色合いとか世界観で、あ、この映像街で見た時にワドでしょっていう、そういうね雰囲気作りみたいなものっていうのは意識してて、だんだん分かってきたね。で一番ね分かったのは新宿のあの映像を撮った時に、あ、これは俺しか撮れないっていう感覚があった。要はあのね、技術を上げるんじゃなくて無理やり撮るっていう技術じゃねえ、要はハートで撮るっていう。要は普通の業者のカメラマンとかだとそこに行かないんだよ。例えば竜宮堂とかも行かないんだよ。なんでかって言ったら金になんねえから。どんなに綺麗だと分かってても商業的に成功しないと絶対撮りに行かないのよ。で趣味でやってる人は逆に撮りに行くの。だからね、そのプロの技術を教わりながら、その素人の人が撮りに行くところを勝負するっていうのが俺のやり方かなと思ってて、あとプロが絶対撮りに行かないところ、金もらってやってる人が撮れないところをフリーだからできるわけじゃん。その辺はやってこうと思ってる。そこかな。いやもう寝なさい、もう12時間後手術だからね。タムタムが明日もう牛人間だからタムタムは明日コメント書くときは 牛の明日コメント書いてアットマーク牛人間だからね、タムタム約束ねはい、延長ありがとう。延長アイテムよろしくお願いします。
みんな明日ね、タムタム大手術なんで、みんなタムタム応援してあげて、みんなタムタムにリプで頑張ってって、うん、タムタム、タムタム明日大手術だから、みんなで、みんなで応援して。パフェありがとう、そうそう、うん、うん、うん、約束約束、うん、うん、いや成功した方が面白いでしょ俺のリスナーに牛人間いるんだよ牛の体を手に入れるんだ、最高に面白いでしょ、うん、うん、牛人間ふざけにハートありがとう、うん、最後、あ、捨て頃、捨て頃忘れてた、捨て頃忘れてた、捨て頃、捨て頃忘れてた、明日ね、あのタムタムはね、下半身牛に変える手術をするんですよ、牛人間になる、うん、そう。じゃあ今飲み終わったんでちょっとお手洗い行ってくんね、ちょっと待ってて。さてさて、じゃあ静岡の街へ繰り出しますか。すいません、お会計で。はい、なんだっけ、淀川さんね映画評論家。すごい美味しかった、リスナーさん紹介してくれてありがとう。さくらさんっていうリスナーさんの紹介で、あの静岡の武井さんでお食事をさせていただきました。よいしょ。いや、おでん食って、焼きそば食べてビール飲んで、あと、焼き鳥が美味しかったね。はいはい、お願いします、はい、領収書ください。うん、いやー、うまかったね。静岡にね、静岡にね住んでる人とかね、あの来た方がいいよ、絶対美味しいよ。まあ地元の人はね飲んでるんだろうけど、普段静岡麦酒うまかった、うん、静岡麦酒すげえうまかったな。マジで？マジで？はい、ごちそうさまです、ありがとうございました。どうも、とんでもないです、ごちそうさまです。どうも、よいしょ。はい、さて、どうする？どうしようか。
負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと信じる。さてさて、うん、いやすげえナーバスになってたよいやまあまあ不安だよね。でも俺の中では脳の手術の方がねびっくりするけどね。やっぱ意識がね倒れちゃってたから意識がない。しかもさタムタムに聞いたらさ頭開けながら質問されながら手術したらしいよ。要は脳だからいじってる場所大丈夫かどうか確認しながら切るんだって。海を抜くんだって。超怖くない？頭蓋骨パカって開けられながらここ大丈夫ここ大丈夫って言われながら手術したんだって。俺の感覚だとそっちの方が怖いと思うんだけど、タムタム的にはねやっぱ心臓の方がねやっぱ怖いらしい。まあそうだよね。うんうんねえ、いやすごいなと思って。どうしようかな、どうしようか。みんな酔っ払っちゃったよ。まだ全然眠くないんだけど、全然元気なんだけど、全然元気だよ。てか結構なんか静岡若い人が多いね。活気がなんか地方でね若者が活気のある街とか結構あるんだよ。うん、いや俺ねあんまりならないね。あとカラオケがやたら多くてびっくりしてる。カラオケが多い。なんかでも悪い雰囲気の街じゃないね。なんか人が良さそうな、なんか派手な感じじゃないし、いいよすごくねえ、リスナーさんが店とかやってたらね伺いたいんだけど、ね、今俺がいる方が栄えてる方なのかな。メイン街なのかな。飲食店多いし飲み屋多いし。どうしようかな。今何時？10時か。どうすかな。宿探す？どうしよう。はい。寒い。竜宮窟となんだっけ、ノンラブが取れって言ってんの、白糸の滝だっけ。なんかさ静岡の静岡っぽいっていうか、なんか静岡でしか見れないものを撮りたいんだけどないの。なんか静岡おしゃれだな。何このブランド服かっこいいんだけど。うん、白糸の滝押すよね。静岡の女の子かわいいね。田舎っぽさがいいよ、うん、あビデオボックスあるか。ビデオボックスに泊まんのありだな。オナニー部屋あるじゃん。オナニー部屋俺ビデオボックスで働いてたこともあるんだよね。オナニー部屋で金太郎グループで実は働いてたことあるんだよ。いやオナニー部屋でしょ。いやもうねあそこ金太郎グループやばいよ。ホコリ一つついてたら怒られんの。マジでビッカビカに磨かされるから。しかも1分とか2分とか3分とか、忙しい時3分かけちゃダメなんだけど、 1,2 分でブワーってもうとんでもなく職人だぜあれ。研修とかもえぐいの。あそこね超体育会系の会社だから給料は払うけどもうゴリゴリ。そこでね社員にならねえか誘えた。第二秘書室って言って、要は社長のなんかボディーガードみたいな、社長の特攻部隊みたいなので32万かな、
ただもうボクシングやらされる、朝5時に起きてランニングと筋トレやるみたいな。うん、いや金太郎グループはね、もともと風俗系とか AV 系とかのあれだよ、ギラギラガールズとかの会社でのし上がった、一代でのし上がった有名な社長で、ね、漫画喫茶だとね、マンボウ、マンボウとかすごいでかいグループなの。 AV 風俗、あとリンリンハウスだ、リンリンハウスとかだから 夜系に超強い会社なの。リンリンハウスちょっと本当に寝ないとたぶんたぶんダメだよ本当に、うん、大丈夫だから、明日も普通に放送やってるから今日は寝な、うん、そうで明日ミンスケからプレゼントの あのお菓子食べな、焼きティラミス、明日起きたら焼きティラミス食べてそれでいい。ちょっとせっかく地方来て脳収穫、映像の収穫がないっていうのはダメだからな。どうしよっかな。でね、あの携帯電話の充電とかもしないと子供みたいになってる、チーンつって。うーん、あ向こう側はあれか、うわ今日満月だ、フルムーンだよ、満月か、満月焼きティラミスね、どうすっかな、どうしよう、スーパー銭湯とかあったらそこでお風呂入って、でもどうしようかなプラン。のんちゃんはシャカトペコの水変えてくれるって言ってたから、多分明日明後日変えてくれ、明後日変えればいいわけか。どういうプランで行こう、竜宮堂、要はさもう熱海の方まで帰っちゃったらもう3時間かかんないわけじゃん、1時間2時間で帰れるわけだから、どうしよっかな、なんかここだっていう写真スポット見つけたいよね。いやここでしょ和道みたいな。静岡のタイムラプス撮るか、駅前の静岡の駅前のタイムラプスって微妙だよな、なんかどうなんだろう、新幹線でも鈍行でもいいけど、今日は寝坊しちゃったから新幹線もうなんか 2時間ぐらいしか寝てなかったから、もう新幹線をね小田急から乗ったから、別にバスでもいいんだよ俺は、予約さえできれば。あんまりそこにこだわりないかな、帰れりゃいいやっていう。あとシャカとペコが普通にご飯食べれたら安心だから、そうじゃなくて綺麗な映像を撮って帰らないと帰れないっていう。なんか手土産を持ってああ行ってよかったなにしないとちょっとね、そこはこだわりあるから、ずっとねどっかいい映像ないかな、いい映像ないかなと思ってんだよね。ただねやっぱね半端に都会だからちょっと困ってるんだよ。ちょっとあの Wi-Fi 切り替えるね、 Wi-Fi 切り替えます、待ってください。多分そろそろ充電切れるんだよね Wi-Fi の。今何時間、2時間半か。ちょっと待ってね、バッテリー周りの整理するわ。あったと。いや板場バーからもらったリュックが最高に高機能でめちゃくちゃ使いやすい、コンパクトで高機能だからすげえいいよ。ちょっとね